ということでね、始まりました。もうめってもジオン、呪いの家第3話ということで、1、2話見ましてね、何かありました早速ちょっとやめよ、本当にマジでやめよ。いや、さっきまでちょっとなんか強気だったんで、あ、もう慣れてきたんだなと思って。慣れるか、ずっと怖いのよ。ちょっとやってみたんですけど、まあ、1、2話見終わってまあ2日ぐらい経ったんですかね。でもずっとその怖いのよ。いろんな顔とか出てきたりとか、そうね、その時のね、し、うん、どうなんですかこれ。一応これやってみましたけど、これ一応プレミア公開して、うん、見た、一緒に見た人、見た人いんの？いや、そうですね。3人と見てる俺は。いや、初めての試みなんですけど、はい、まあ、こういうもんじゃこういうもんでしょ、同時視聴っていうのは。そうですね、結構こういろんな人の同時視聴見たけど、うん、こんなもんだよね、うん、だからぜひちょっと一緒に見てほしいんですよ。まあ、Netflix を ね、契約されてない方ももちろんいると思うんですけど、はい、なので、まあ、できるだけこうシンプルに、なんか本当こう後付けでなんかいろいろ解説とか、なんかそういう実況とかも入れた方がいいのかなとかも思ったんですけど、そうですね、邪魔になっちゃうんで、うん、一緒に見てる人からすれば喋りすぎてもっていうね。そうそう、難しいところですけど、まあ、ちゃんと、まあ、うん、僕らもこうここ結構没入してるんで、はいはい、結構 無言になりがちなんですけど、うん、まあ、同じ緊張感を味わってもらえればかなと思います。はい、し、はい、あれ気づきました？第2話ですか。第2話現象起きたんですよ。現象気づいた人います？僕らが最後エンディングトークしてる時の、うんうん、カメラガタッと、あれやばくないですか？あ、あの音、うん、知ってる？いや、あんま気にならなかったけど。何、正直髪型すごいぞ。はい、あの、亡くなった方の、うん、この時の髪型なのよ。あ、意識してるんで。すなよ、うん、なんかちょっと変なんとかも起きてるんですよ、ちょっと本当にマジで怖い。あれだよね、誰もあれ触ってないですよ。なんか上杉の足で当たったのかなとかも思って、まあ、ちょっと気になる方は、うん、第2話ですかね、2話の僕らのこの YouTube 撮った後のエンディングトークです。本編見終わってエンディングトーク、なんか僕がなんかディスコ行った2人がどうのこうのって言ってる時にカメラガタガタっていう、そういうのもありますんで。まあ、それはレイさんもさ、レイさん、うん、あーこいつら見てるわーっつったら歓迎してくれるよ、そりゃ。だからちょ、ほんと怖いから、うん、ほんときついな、これ3話からどんどん怖くなるでしょ、どうせ。そうですね、はい。で、これ一緒にこう見始めるタイミングなんですけど、うん、エピソードスタートつって N のマークから、うんうん、から、うーんってやつでしょ。もうええわ。もうええねん、それ。から、その、なんつうの、物語が始まったってより、スタート、エピソード3スタートのタイミングで皆さんもスタートしてください。うん、はい、そっからの秒数でやってますんで。はい。いやー、俺も大変よ、これ。上杉怖そうじゃないんだよな、あんまり、うん、まあまあちょっと、まあ見ていきますか。はい、それではいきましょう、はい、第3話です。スタート、スタート。どこで終わったっけ。あれ全然違う場面。あれ時が6年経ちました。うん、はあ、ゴミ処理場ですかね。うわ、上杉じゃん。あ、怒ってる方が。怒られてる方。誰これ。お、すごいな。めちゃくちゃ怒られるじゃん。6年後だ、家出して。なるほど。うわ、怖いって。
うわっ、うおー、あーあーあー、早い早い、ちょっと待って、だらけ、多分左目に4発、あお むちゃくちゃや、ペースペースペースが速い、追い込み、すごい人生だよな。これあの家？あの家に誰か来てるってこと？そうですね。あ、担任の先生的な？あの子の誰だろう？なんか役所の方っぽい。役者やろそりゃ。そう、役所。あ、役所ね。うん。暮らしなかなじゃない？違うかな。これ小さいわ。小さくないって。でか音、あ、これでもどんどん巻き込まれていくんだよ、いちいち怖いな、怖いって、なんでいないの誰も、あーあー、あーすごいすごい、誰が開けたの、開いてたもともと、白どこ見てんの、ずっとね上見てる、いるんだよ、保健所の方かな、通報があったの、見れるかな全部ね、早いね、俺不安、でも自信ないわ俺これ全部見る、うわ、人か、すごいな、え、こんな顔でしたっけ奥さん、うん、うん、この書き込みだね、
阪神大震災ですか。ああ、そうかも。6年間だもんね。6年間な、あれ、もう1年、ん、もう1年後、1年後、ああ、タレントさん、ああ、忘れ、全部忘れてない、彼氏が死んだ、亡くなっちゃった、そうそうそうはるかね、はるか意外と食いつないでるねいやいや、余裕で食えてんの、多分。でもその6年間何も起きずに、あ、来た、荒川良義さん、何にも変わらない容姿が凄いな、心霊ミッドナイト、まあね、あんな方、婚約、うん、婚約者が亡くなったわけですからね、うん、謎の死を遂げてるから、どういう顔で死んでたんですよ、笑わないとやらすんなら、うんうん、もうあの顔にしか見えない、うん、テープ系ね、テープ系こえー、チカチカしてる電気が、あーあーあああ、え、これ、これは現在、あ、いるね、いるね、え、これは誰、ああ、これ夢じゃん、夢というか、その彼氏が見た光景を見れてるのか、うん、あ、あの家に居始めていた時だ、ああ、はいはい、ここでいたね、うんうんうん、見たよね、いるのよ、なんか持ってるよね、あ、ここね、怖っ、やばいじゃん、はあ、おなんで、いつこれ幻、もうだって見えないものが見え始めてるのよ、うん、徐々に探してんだろうね、あ、家をね、うん、
お母さんじゃん、彼氏の。綺麗。子供なし男。正義感あるな。いや顔怖いね、なんか。ああ怖い怖いね。あの怖いわ、役者さん。怖いな。久しぶりにやってみるって何？ああ。何をよ。奥さんキッチン。奥さんキッチン。料理じゃないですか。YouTube で料理動画撮るんじゃないだろ多分。これ猫だ。なんか猫が確かにキーになってきてるのかな、うん、上杉が言ってたけど。え？ろうそくに火をつけて。除霊的な。そのテープをめっちゃ怖いじゃん。なんかつぶやいてる。すごいな。出てこなくていいよ。えっ、おお、すごいすごいすごい。くらっ。いい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 い。やばい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 、見れない見れない。すごい怖かったな。なにこれ。うわ、知らない人だな。あ、この辺なのか、家が。じゃあうちの外に似てるけど。この家に住んでるってこと？おお、いるよ。いた？いたね。住んでんだ。普通に？あの家に？だってこの人たちはさ、知らないから住むでしょ。その。いやいや、でも普通に住めんだ。あんなに やばい家で。旦那さん？うん。あれ？なんかついていってる。確かに。つけてるね、あと。
どういうこと？これどこだろう？ね、都内かな？都会っぽいけど。めちゃくちゃ後つけられてんじゃん。気づいたね。ルーズソックス。まあ95年だから、うん、これは誰だ？え、不倫してるじゃん。めちゃくちゃ不倫してるし、子供いたよ。え？どういうこと？結婚して別の人と子供がいるってこと？旦那ってそう。探偵だったんじゃん、これ。違うかな。あ、違うか。探偵だ。ぽいね。が、あの今、この人の元。探偵っぽいけどね。この人の旦那さんか。それはないでしょ。あんな冷静でいられる？探偵さんっぽい人の家。え？本当だ。ほらな。そのパターンだった。まさかの。行くね。友達って誰だ。優しい。もう愛ないじゃん、もう、うん、つれえ。これこの方のここじゃないってことかな。じゃない。ああ出た。めちゃくちゃやん。え、いや、もう何してんねん。お前は、お前の子よ。逃げた。逃げたね。うわ、虐待されたんだ。地獄だなぁ、マジで。もうちょっと辛いわ。もうもうあれじゃん、もうやばいわ。いるじゃん。あ、そういうことか。記憶喪失になってんだ。
つらもうしんどいしんどい。こうね、俺痩せてるじゃないですか。うん、なんか嫌なんですよね。笑ってるやん。おお、すごっ。うわあ、ちょっとやばいな。怖っ。怖い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 。なんであなたが笑ってるのか。やめて、やめて。すごいすごい。誰？としきくん？としきくん？名前偽名使ってたのか、しげなんとかって言ってたもんね。めちゃくちゃ言ってるやん。もうそのペタ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 子供は誰よ。ねえ、めちゃくちゃなってる。ロフトか。島田秀平さんいないです。キットロフト。島田秀平さんのライブね。めちゃくちゃ人気じゃん。笑ってんの。え？すごいいいライブになってるな、これ。はいはい、ひー、ということで面白くなってきた第3話ですね。はい、今終わりましたけどどうでした？まあ6年ぐらい経ったんですか、うん、まあその母親を、まあ、電話で殺して、はい、家出した、まあ、高校生、当時高校生の、まあ、カップルというか、うんうんうん、が、まあ、大人になって、まあ、
人生がむちゃくちゃになってると。でまたあの家がねついに分かって、はい、あのシーン怖かったね。めっちゃちょっとヘッドホンだから余裕なのかな。いやそのねズンズンっていうねやっぱそのちゃんと音が聞こえるから、うん、怖いわ。見せ方がねなんかやっぱすごいねずっと、うん、なんかねほんと重くなるよね。なんか辛いわ。なんか来そう絶対あ来そう来そうって時に来ないで、うん、ここでっていう感じのあれが、うん、確かに不意ね、うん、そこからびっくりするわ。だってまだそのどうなったか分かんない人もいっぱいいるから、うん、6年あの女の子ディスコでいなくなった女の子、はい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 、あと 3つですか。それは次4ですね。4は1個いいですか。何でしょう。あの電話機で殴ったじゃないですか、うん、息子さんを、うんうん、夫ですかね。夫やろ。えその奥さんが、あ部屋にあんな部屋になんか遠くから見てびっくりして逃げたじゃないですか。自分がやって逃げて見てってやるかな。なるほど、ありえるね、まあ、あの、うん、おかしくなってたもんね、うん、怖え。はい、いやじゃあ次4話です。4話ですね、はい、ということで第3話でした、はい、ありがとうございました。